皆さんこんにちは。今日はエニッキを紹介します。エニッ i es 日記キ con dibujo。ニッ es un diario íntimo. Escribir un diario íntimo es muy buena oportunidad para practicar el estilo informal, formata. だから皆さんも書いてくださいね。エニッキ。 これは日日本語にののまこさんの絵日記ですす読みますね「7月8日火曜日曇り早く起きて何も食べないでベラちゃんの家へ行って一緒に遊んだ」「お昼ご飯を一緒に食べてバスでベラちゃんのおばあさんの家へ行った」 そのの後一人で日本語のクラスへ行った今日はオーラル試験だった」「面白かった」「4時にジムへ行ってとても疲れた」「ジムのあと家へ帰ってとてもうれしかった」「寒かったから熱いシャワーを浴びた」「もっとうれしかった」 この日記を書いてから晩ごはんを食べる。ベッドで本を読んで早く寝ると思う。終わり。